おはようございます。芸人小屋健太でございます。僕はですね、こうして徳島県のいろいろ YouTube に載せてるわけでございますが、マネージャーよ。はい。ここがどこかわかりますか？ここは僕初めて来ました。初めて来ましたか？はい。そう、ここは徳島びっくり日曜朝市でございます。朝市いいですね。そうなんです。まあ毎週日曜日、朝の7時からですね、はい、お昼の2時ぐらいまで、ここでね、すっごいいろんなものが安く買えるという朝市をやってるんです。はい。で、今は、6時40分ちょっと入り早めで、はい、このにぎわいやからもうやっとるから、みんなすごいですね。7時からなのに。そうなんです。もう目的のもんはないんやけど、はい、来たら絶対これ買おうが見つかるすごいとこなんで。あ、なるほど。そう、僕もちっちゃい頃からばあちゃんとかとよく来てましたんで、ね、はい、今回は久しぶりなんですけど、ちょっと早速中の方制作してみましょう。はい、行ってみましょう。マネージャー見てください。はい、まあ、すごいですね。なんか束になって花屋に穴いおばあさん群がることないんやから。確かに。これはね、徳島の朝ならではの風景なんです。やっぱ安いってことですか？めちゃくちゃ安い。ちょっと値段とかも見つつ歩いてみましょう。はい、行きましょう。まあ屋台みたいなのも出てて、あ、朝市回りながら食べれるんですね。そう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 。ここだけじゃないんやけど、ここで言うたらね、はい、キャベツ焼き100円。あ、安いですね。めちゃくちゃ安いでしょ。はい、だからほとんどお金使わんと何でもいっぱい両手いっぱいに買えれるという。あ、スーパーいらずですね。そう、スーパーいらず。これめちゃくちゃ強い週一の特権やから。これ他県にはあんまりない文化かもしれないですね。あ、かもしれんね。徳島でしかここまで安い、はい、あんま見たことないかも。確かに。あ、たこ焼き屋さんとかもありますし。たこ焼きも300円やからね。300円、いいですね。初期のプリクラと同じ値段ですから。初期のプリクラめちゃめちゃ。あ、これこれ見て。はい。すだち1キロいくらですかこれ？あ、150円。めちゃくちゃ安いんじゃないですか？やばないですか？1キロ100円150円。1キロ150円。これ普通で言うたらどんぐらいするんだろう、東京とかで言うと。どうですかね、1000円近くするんじゃないですか1キロ。あ、これ見てください、これタオル屋さん。あ、いいですね。タオル1枚100円って書いてあります。むちゃくちゃ安いですか？安いですね。ちょっと俺もタオルはね、まだ秋や言うとも暑いけん。そうですね、使いますよね僕ら。そうそうそう、汗かくんで。これ柄容器あるね、おばちゃん。メイクからちょっと。わ、ほんまよ。あ、すごい、いろんな柄ありますね。バレーボールです。あ、いい。あ、これやばないですか？これ何ですか？通信中方向性会議っていう。あ、むっちゃいいじゃないですか。通信中さんの2009年のライブタオルかなんかですかね。そう、あ、じゃあこれください。え、これ100円で。あ、200円。あ、フェイスタオル200円。あ、でも安い、でも安い。そうですよ。あ、ありがとう、やった。というわけで、朝一一発目、まさかの通信中タオルを200円だけ取る。面白いね。本当何でもありますね。いや、すごいな。面白いな。すごないですか、この裏かと思いきや店あるみたいな。確かに。あ、それもそうなんじゃみたいなね。はいはいはい、敷き詰まってますね。そうそうそう。例えばこれめっちゃでかいで、お魚。あ、いいですね。そう、タチウオやね。こんなのも買えるんですね。そうそう。うわ、すげえ、ウツボとかもおる。あ、頼めばさばいてもらえるみたいですよ。ああ、いいですね。どこで取ってきたとかもあんま分からんっていう。確かに。徳島のどっかで取ってきたんでしょうけどね。面白い。これ袋何か分かります？これ何ですかね。メダカって書いてあります。メダカとか鯉とか、ね、とか稚魚が入っとるんですよ。ああ、すごい。金魚とかも書いてありますね。こういう生き物シリーズも売ってあると。はいはいはい。あ、こっちはちょっと食べ物じゃなくて骨董品ですかね。骨董品コーナーかな。ああ、いいですね。すごい立派な刀とかね。はいはいはい、ありますから。あれ、やっぱキューブ館道場はこういうところから買ったんですかね。ちゃんと新品で発注かけとるはず。そういうことか。あ、でもフリーマーケットみたいな。そうそう、すごいですよ。そうですね、こんな感じなかなかないですから。はいはいはい。これ逆もあるんですよ。そう、こっち側もね、充実しとるね。そうですね。すごい、あれ古いアイドル誰だろう。ちょっとわかんないですけど300円。すごいね、なんかこんなとこでいつか俺らも出してみたいですね。いや、出してみたいですね。フリマってやったことないわ。何出します？なんかこんだけのもの用意できる自信がないけん、なんか、はい、似顔絵描きますさ的な。ああ、いいですね。よくフリマとかでもありますもんね、似顔絵屋さん。すごいよ、こんだけ用意するの大変やから。確かに。ペン一本でこっちは勝負させてもらうから。で、こういうのもあるから、やっぱ若い人が来てもそう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 、全然楽しめますね。帽子とかどの層でもいけるようになった。はい、すごいお面コーナー。あ、すごい。天狗やらね。また刀も。マネージャーさん。はい。買ってまいりました。買ってましたね。キャベツ焼き100円。あ、安い。この大きさで。
これ卵も丸々1個入っとるし、キャベツも天かすも入っとるから、はいはい、で、鼻のいい僕にはもう秒で分かった、はい、加賀屋ソースですよ。おー、いいですね。すっごいね、これ100円は安すぎやから、もう折りたたんどるからね。あー、はい、本来倍の面積があるんで、厚みがあるってことですね。そう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 、これ分かりますかね、これたたんどんですよ。はいはい、じゃ早速ね、朝から100円でこんなんやもん、いただきます。はい、どうですか。いや、うまい、うまいし、ちゃんとやっぱ加賀屋ソースの味しかせえへん。味はあるあるですね、うん、ああでもでも全然キャベツめっちゃ入っておいしい。あ、いいですね。あ、ちゃんとしとるわ。もう朝からこれぐらいのサイズちょうどいいですよね、うん、え、まだちょっとあるから、やっぱもうマネージャーも食べたいもん食べてください。そうですね、回ってみます。というわけで皆さん、徳島に来てもし日曜が重なった場合ね、こういうところ覗くも思い出になるんじゃないかと思います。あと単純にお土産めちゃめちゃ安く買えるんでおすすめでございます。はい、なので、徳島来た際は日曜びっくり朝市ぜひ遊びに来てみてください。はい、それでは今回はここまで、ありがとうございました。ありがとうございました。なんなんやろね。すごいのよ、もう全員なんか大喜利やっとんかなみたいな。徳島県の日曜の朝にお題が出て、フリーマーケットで並べたら面白いものとはみたいな、それでみんなやっとんかなみたいな感じのが多いね。いや、すごいですよこれ。ぜひ行ける人行ってみてください。普通に安くていいものもあるのでお願いします。ありがとうございました。